いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げ、たてまつり候。カレーの上に卵とじのあん、卵とじで蓋をされておるので熱そうじゃ。うまい、でかいな。外はサクッと中は柔らかジューシー。最近やたら長いうどんが多いな。鶏玉ぶっかけうどんの1キロです。鶏天 TKU の1キロです。お待たせしました。うますぎ検診。極楽うどん、アーメン。何やらグローバルって感じの店名じゃな。こたびは待ち時間にメニューを選んでおこう。どれもうまそうじゃ。量が無限に増やせるのか。ではこの鶏天六鶏卵カレーうどん。はい、鶏天六鶏卵カレーうどんで、ありがとうございます。麺の量いかがいたしましょう。あれより多く頼む。かしこまりました。小ご飯無料でついていきますが、どうされますか？頼む。かしこまりました。ありがとうございます。失礼いたします。4.5 キロも苦労たつわものがおるみたいじゃ。キロとかわからんけど。お待たせいたしました。鶏天六鶏卵カレーうどんです。ご飯の方おかわり無料ですので、皆さんもお付き合いください。ごゆっくりどうぞ。うむ。なんだこれは。カレーの上に卵とじのあん。初めて見る見た目じゃ。薄っぺらい甲冑も装備。いざ極楽浄土へ参ろうぞ。アーメン。生きるも死ぬも甲冑次第じゃ。こぼれそうだな。卵とじで蓋をされておるので熱そうじゃ。長い。ありがとうございます。おそばお帰りです。ありがとうございます。うまい。めちゃくちゃ熱いではないか。一瞬めげそうになった。いろんな意味で極楽に行きそうになったわ。もちもちしておる。弾力があり太く、喉越しが良い。まさに剛麺。鶏天。でかいな。外はサクッと中は柔らかジューシー。口の中が極楽じゃ。長い。受け皿がいるわ。ご飯様です。和風だしの効いたカレーだ。最近やたら長いうどんが多いな。流行っておるのか。何をひよっておる拙者。頑張れ。
やっぱり熱い。うまい。ただめちゃくちゃ熱いな。量が多くカレーと卵あんが蓋をして熱を閉じ込めておるのでずっと熱々じゃ。食材投入じゃ。これはさらに体が温まりそうだ。まさに食べるカイロ。ごうめんを豪快にすする豪儀な男拙者。それにしても本にうまいうどんじゃ。国産小麦 100% で売ったグミ感たっぷりな手打ちうどんを柱に、化学調味料や保存料を使わない出汁や食材で作り上げる個性あふれるメニューの提供をしておるらしい。知らんけど。さらにポカポカ成分投入じゃ。こたびはポカポカレベル高すぎ新作。極楽でアーメンをするためにもりもりゆかん。天かすでミートテックパワーをつけてさらにポカポカじゃ。ザクザクの食感が良いな。コクもプラスされておる。かなり食べたと思ったが、まだまだあるな。飯が先に行ってしもうた。頼む。だがしかし、おかわりできると言っておった。あ、はい、大丈夫ですよ。あ、じゃあもらってますね。同じぐらい入れていきますか。うむ。はい、かしこまりました。一瞬素が出ておったな。すいません、おかわりご飯です。舞い戻ったか、藤山お米粒。鶏卵カレーうどん
飯にも合いすぎる。ここで極楽へ導いてくれるアーメンたちの登場じゃ。油かす。良い出汁が出ておる。第一のアーメン、油かす。サクサクもっちり、第二のアーメン、ちくわ天。サクサクじゃ。すいません、後ろから失礼いたします。鶏卵カレーでございます。温玉。第三のアーメン、温玉の神君助。はい、ありがとうございます。大木。はい、入場しました。君割り。卵の色が濃いな。ガッチン。卵が先か鶏が先か。今日前に回ってて、大体普通盛りですか、卵ぐらい。卵の味がめちゃくちゃ濃い。すごい濃厚な卵だ。さすが素材にこだわっておるな。恐れ入り屋の騎士文人。麺はほぼ終わりじゃ。少ないな。まあ良い。見えなくなってしまった。ほぼ卵じゃ。まあいい。もはや飲み物。かねばならん。まだ1500足りておらん。器に入るのが3キロが限界だったらしいのでな。はい、TKU で。はい、ありがとうございます。あとは何だったか。鳥天ぶっかけ。鳥天ぶっかけ。はい、ありがとうございます。両方1キロで頼む。1キロでかしこまりました。あったかいのもできますが、両方冷たいもので大丈夫ですか。冷たいので。冷たいので、はい、めちゃめちゃ熱そうじゃん。めちゃめちゃ熱いです。はい、ありがとうございます。ちょいちょい素が出ておるのは気にするな。拙者の記録がナンバーワンになる。追加で2キロ分頼んだ。キロとかわからんけど。すいませ
点を出しました。まず鶏玉ぶっかけうどんの1キロです。じゃあすいません、続けてタリテン TKU の1キロです。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。どちらも美しい見た目をしておる。だし醤油次検診。すごい歯ごたえだ。先ほどの鶏卵カレーうどんよりもより豪面を感じられる。王道にしてしこう、たまらんざか。第三のアーメン、温玉の新きみまろをプラス。やはり黄身が濃いな。お気づきいただけたであろうか、温玉の新きみひこを投入したことによりほぼ同じ味になってしまったことを。うまいので一向に構わんがな。もりもりゆかん。しばし麺をすする ASMR をお楽しみくだされ。しまいじゃ、アーメン。アーメン。まさに口の中が極楽じゃった。